はい、夜運動しに来ました。復活したんで無理なく運動したいと思います。はい、トレーニング終わりました。やっぱりなんか体力戻ったような感じしてやってたけど結構きついな。やっぱ眩しさを感じるし、あと動悸ではないけど息切れがすごい、息も苦しいしさ。今日は無理しないでもう帰ります。じゃあご視聴ありがとうございました。動画が良ければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いします。おはようございます。今日は5月の5月の4日ですかね。なんか今日全然昨日何時寝とか忘れたけど、今日朝5時半ぐらいに起きちゃって、全然ね長いこと睡眠ができないですね。これは非常にまずい。悪い流れだね、睡眠が取れないっていうのは。トータル時間では多分寝てるかなとは思うけど、トータル1日6時間も寝てないかな。睡眠時間短いと俺結構崩しやすいから、じゃあとりあえず朝散歩継続していってきます。もうすぐ継続して1ヶ月ぐらいになると思います。じゃあ行ってきまーす。今日は缶類、ペットボトル、瓶類の日です。決められた日にゴミは捨てましょう。はい、朝散歩から戻ってきました。いや今日はね、香料をすごい目で感じちゃって全然歩けなかったです。はい、なんか朝散歩のメリットって、日の光を浴びてセロトニンを活性化するっていうことなんですよね。ただ俺この眩しくて光量とか光の量をすごく多く感じて、こうやって目閉じちゃう。そう、こういう風に。でこっから体調がどんどん悪くなって、はい、でまあいろんな病院行ったっすけど原因が分かんなくて、なんかいい方法ないですかね。一応サングラスかけてもあんま意味ないですよ。ブルーライトのレンズつけてもなんか全然変わんなくて、眼科は2件ぐらい行ってダメで、脳神経も2回ぐらい行きましたけど全然なんともないし、不整脈でもないし、いやなんだろうこれ本当。いやー残念、悔しいです。全然歩けねえ。まあとりあえず今日は朝散歩これで終わります。